はい、どうもゆっきーです。今回は、アクアリウム動画ということで、水草にですね、水草その前にという商品があります。あれがだいたい1個、200円とか300円とするんですよ。ちっちゃいので、ね、で、それの代わりに、なると言われているのが、こちらです。ホームセンターで購入してきました、小石灰1キロということです。この小石灰1キロがですね、値段が、246円です。250円ぐらいですね。送料ですよ。消費税込んで250円未満。で、まあ、これを使ってみようかな、ということです。はい。はい。で、この小石灰というのは何かと言いますと、アルカリ性の、水酸化カルシウムという、アルカリ性の、ね、カルシウムだと。うん。ということが判明してます。うん。アルカリ分がですね、1キロあたり 70% が、アルカリ成分となっております。ので、ぶっちゃけこの中に入れたら、まあ、これ水道水なんですけど、まあ、水道水自体の pH ちょっと測ったことないんでわかんないんですけど、まあ、あれが入ってるからね。塩素が入ってる分、多分、7よか、下になるんじゃないのか？下じゃない、上か。7.1 ぐらいになるんじゃないですかね。それを、これ2リッターの水道水に、こちら。4-in-1 の、ね。アルカリ、カルキ抜き。カルキ抜きをします。で、その中に、アナカリス君を、一束。一本だけね。一本だけ、加えます。で、ここから重要です。そもそも、ね、水草その前にというのは、あれ、10分。10分以上やると、まあ、簡単に言うと、草が枯れてしまうとか、なんかそんなこと書いてあるんですよ。ほほーと。じゃあ、それ以上やると、やっぱりダメだということなんで、あえて、その規則を破り、24時間、放置したらどうなるかということです。ね。それを、実験します。で、この小石灰を何グラム入れるかですよね。結局。で、今からググるんですが、小石灰を、水草、の前に、の前に、小石灰で、ググると出てくるんですが、小石灰、こちらの人も買ってますね。1キロで、208円。軽量スプーンで 5g で、小石灰をすくって10リッターのバケツに入れると書いてあります。1g で水2リットルの割合と書いてありますね。で、水草その前にもですね、1g で2リッター用と書いてあります。です。まあ、だから、わないと仮定して 1g。これ2リッターですか？これに 1g 入れます。で、水草のアナカリスか。アナカリスという、とんでもなく、化け物みたいな、ね、強さを誇る。水草の中のね、もう、あれですよ。吉田沙織さんです。
水草界の、あの、吉田沙保里さん。レベル。の、お方です。では、この小石灰はしっかりね、あの 0.1g まで測れる、タニタさんの、測りで、しっかり、計量してから、ね、ほんのわずかな誤差も、許さない。でもこれ持ってると便利ですよ、本当に。マジで。タニタさん。大体俺がよく使うのは、あれっすね。なんだっけ。メダカが、病気になったりした時とかに使う、薬剤。粉のやつ。これ 0.1g にして、こうやって。切ります。ちょ。0.1g ですよね、今。あれ？あ、治った。ずーっと 0.1g にひたすらなるんだけど。たまにバグるんだよ。小石灰こんな感じですね。まあ、多分これあれだろ。学校の校庭に、ある線引くやつだろう。今あるか知らんけど。あ、結構軽い。よし、1.0。ぴったし 1.0。1.0g です。1.0g です。それじゃあ、こちらをね。入れますよ。豆乳。混ぜまーす。まあでも、投入時間が、いわゆる10分ですから、ぶっちゃけ1時間でもいいんじゃねって話なんですよ。確かに。1時間でも十分あれですからね。6倍ですからね。本来の時間の。1時間でもいいんじゃねえかと、言われます。俺も今思いましたけど。いや、これはむしろもう実験ですよ。うん。いや、多分なることを想定してるんですけど、実際本当になるのかって話ですね。やってみないとわかんないです、こういうのって。こういうのってのはね、いわゆるね、エターニアのキールみたいなもんですよ。テイルズ・オブ・エターニアでね、キールというね、少年がいます。その人はね、もう図鑑に書いてある、大百科に書いてあることしか、信じないと。だから、お前がそのね、モンスターの肉食ってるけど、ね、大百科には、大辞典にはね、まあ、それクソまずいと書いてあると。うまいはずがないと。言って、かたくなに食べないです。まあ、たまにそういう人います、確かに。
俺が、あれしたのはあれだな。川の主釣りという、有名なゲームで、これおかしくねって思ったのが、ニジマスに、ニジマスを釣ったんですよ。で、図鑑でニジマスを見たんです。その、ゲームのね、中にある図鑑で。そしたら、料理の欄に、まずいと書いてありました。本来その料理という欄にはですね、どうやったらうまいか、みたいな、書いてあったんです。書いてあるんです。そこになぜかニジマスにまずいと書いてある。はぁですよね。お前本当にニジマス食ったことあんのか？塩焼き食ったけど俺、とんでもなくうまかったからな。人生で一番うまかったわ、あれ。釣ったその場でね、塩焼きです。とんでもないうまいです。ということで。よっこしょっと。はい。アナカリスくん。を用意いたしました。まあ、こちらは、2日ぐらい、カルキを抜いた状況で、2日ぐらい、入れておきました。なるだけ、元気の良さそうな。この子行こうか。ね。入れます。あ、でも結構下の方溜まってんな、これ。溶けんのか、これ、ほんとに。下の方なんか若干やっぱ粉でちょっとあれっすね。なんか粉々しいな、これ、ちょっと。残っとる。溶けねえんだろうな。だって物理的にこれ溶けねえんだよ、結局。そんなに砂糖とかみたいに。溶ける物体でもないんだろ、これ。あ、よ。まあ、こんなような感じで。はい。このような状況です。そしてこちら。ね。アナカリス。まあ、いっぱいあります。ということで、今回の動画は、一旦終わりましょう。24時間後。お楽しみに。はい。24時間経ちました。ね。水酸化カルシウムだっけ？あれね。入れて、果たして24時間、どうなったかと言いますと、そう、見てわかる通りこちらです。じゃーん。脱色されてますね。脱色されてます。おそらく葉緑素が、死滅したんではないかなと。まだ真ん中のあたりは一応、緑のまんまなんですけど。こちらの方が、もう、真っ白、透明になってます。で、この下に、沈殿。結構沈殿してます。なんとかかんとかカルシウムがね。うん。まあ、24時間つけると、こうなる、ということは分かりましたね。うん。で、水草その前に、というのは、一般的には、10分間、つける。って書いてあります。うん。まあ、これは、おそらくですが、10分間じゃなくても、多分1時間ぐらいでも大丈夫なんじゃないかと。1時間ぐらいつけても大丈夫なんじゃねって話。とは思いますね。
ただ24時間つけたらこの状態になったんで、おそらく1時間程度では、おそらくそんなに変わんないだろう。おそらくですね。うん。変わんないと思うんです。だけど、10分って書いてあるのは、まあ、ね。うん。まあ仕方ないじゃないですか。それでクレーム来たりしたらあれだからね。もし1時間ってやっといて、ね、こんなになっちゃったら、まあ、クレームになりますからね。うん。まあだがしかし、僕は、この結果で分かったことは、24時間でつけると白くなりますが、おそらく1時間程度では。まあ、白くなんないでしょう。うん。うん。と思いますね。うん。ということで、結論、24時間つけたら、確実に、水草にはダメージがある。アナカリスというね、超、強い水草でも、こうなっちゃうと。いうことが分かりました。では、引き続き。実際に1時間、ね、大丈夫なのか、と。やってみましょう。うん。何でもやることなん、重要です。まあ、とりあえず、この、会話終了。ご視聴ありがとうございました。